東京2歳優秀品馬は特別区競馬組合が大井競馬場で出向する地方競馬の重賞競争である。副賞は特別区競馬組合管理者賞東京都馬司会理事長賞。1977年に日本初の3歳品馬による重賞競争東京3歳優秀品馬の名称で創設。2001年よりバレー表記が 国際基準に変更されたのに伴い、現名称となった。試行距離は、スタンド工事のため10メートル短縮された2001年と2002年を除き、全6 0 0メートルで定着している。試行時期は、創設時より12月開催で定着しており、2007年以降は、開催日も12月31日で固定された。2010年から、 地方競馬全国交流競争として施行され、立地区地方競馬所属場も出走が可能になったほか、グランダムジャパンの最終戦に指定された。歴代の優勝場には、大い記念の他中央競馬でも、重賞を2勝したパルブライトのほか、月メディやラドンナリリーなど、繁殖場として、日本中央競馬会 GI 優勝場の母となった馬もいる。また、北海道競馬でデビュー後に、 南関東へ移籍した馬が2007年から2012年まで6年連続優勝した。すべて大池馬場のダートコースで施行。競争名は第24回まで東京3歳優秀品馬。第25回以降は東京2歳優秀品馬。ウィキニュースに関連記事があります。モダンウマンが第39回東京2歳優秀品馬選定馬重賞を勝利。 グランダムジャパンの2歳シーズンをも制覇する2016年1月30日。ありがとうございます。